また新たにねゲーム、ネムナガライモボを対し PK をね実況していこうと思ってます。で、やる武将なんですけども、まず武将編集から、で、作成で、ガモーさんですね。で、ガモーさん、ガモー氏里さんなんですけども、前の名前、ガモー康秀で登録してます。はい。で、部下はね、冬姫、ヌムナガの娘さんですね。で、もう一人、ガモー頼里。ガモー頼里は、横山機内で、ヌムナガの野望 PK ではなってますね。うん。ガモー頼里は、ガモー家に何度か何回か戻ってくるっていうね。うん。やっぱ、なんか、あるんでしょうかね。で、ガモー頼里で登録してます。わかりやすいしね。で、もう一人は、田丸直政。田丸直政はね、ガモ片秀、ガモ氏里の、父親から娘をねもらってるんでね登録してます。はい。でこの中でもう一人新規作成で、男ランダムで作成でエンビを入れようかなと思ってます。うん。ガモさんをね助けるためにっていうことでね、助けれる能力になるかどうかちょっとわからないけどね、よしやってみよう。よし、おお、統率98、優勝やね、すごい。はい。でまあここだけちょっと塩ビに変えようか。はあ、ひエンビ。あ、ちなみにエンビの名前の由来はこのエンビ、こっちのエンビね、ツバメの尾、うん、のエンビなんだけど、まあ理由はガモさんの兜でね、エンビっていうあの兜があるんだけど、あれがすごいかっこよくてね、それにしてるっていう。で、縄もこのまま村春で、エンビ村春でいきましょう。うん。浄土、志浄土、平和な世の中を目指してんだね。はい。で、人物、お、副官の声だね。この志、うん、必ずや成し遂げてみせよう。で、気質は芸道、よくわからん。で、能力は、統率98、うん、すごい。武力76、知略80、内政92、外政80、お、すごいね。お、鉄砲配備ついてる。すごいすごい。で、おー、なんかめっちゃ優秀な、もうできたな。すごいな。これならガモさん助けれるかもしれない。OK。で、保存。で、登場させ、あ、待機なんだ。よし、登場させて、で、保存。うん。で、やるシナリオは、関ヶ原。で、関ヶ原でですね、で、本来ならガモー家は、ここ、うん、あの息子ですね、息子がここにいてるけども、ガモーさん、実は40歳まで生きて、あ、ごめんなさい、80歳まで生きて、天下を虎視眈々と狙ってたっていうね、設定で、で、はい。で、家臣、はい。で、家紋なんですけども、家紋は、
これどっちなんだろうな。声もあるしな。これ名前買い取ってくれたいんだけどな。ガモさんの家紋、確かね、二通りあったんだよね。あ、こっちかな。これ、なんていう名前やったかな。ちょっと忘れたけど、うん、これで。で、拠点。拠点はね、やっぱり、今でいう三重県。三重県を制圧先したいんで、ここ。で本来やったらね、ここら辺に行ってた日野町。日野町から始まるんだけど、まあ、ここからで。はい。家臣。あれ？あれ？あ、そうか、年齢だ。失礼。年齢忘れた。武将編集。そうだそうだ、年齢のこと忘れたな。グダグダだ。はい。登場、うん、作成。エンビの年齢を忘れたよ。1580年でいいか。うん、1580年で10歳。あ、そうそう。で、ガモさん80歳まで生きたっていう設定でね。で、他のはそのままにしてますね。うん。64歳。すぐ死んじゃうな。うん。はい。で、保存。で、もう一回全国マップ、あ、違う違うグダグダだね。全国モード、関ヶ原、はい。で、新規作成からガモさんで、家紋はこれこれで、拠点はここ。はい。で、家臣。うん、ついてるね。OK。はい。OK。我らの力、いるがよい。よし。いやー、ガモさんのこの志なんだけど、すっごい使いにくいよね。小平さん、なんとかしてくれへんかなって思うよね。かっこいいんだけどね。ご命令ください。うん、はい。よし、こっからまず、ここですね。今でいう三重県を全部制圧してって。で、どこまでやるかっていうのなんだけど、とりあえず機内。機内制圧かな。機内制圧まででいいかなとは思うけど、うん。とりあえず、秀吉が死んでね。で、秀吉が死んで、で、ガモさん、天下を狙うという設定で。うん。で、名前まで自分の前の名前に変えたと。もともと、氏里っていう名前を、秀がついてるから、すっごい、遠慮してね、氏里って名前に変えたっていうふうに書いてたんだけど、うん。もう秀吉がいないからね、安い秀に戻して、天下を狙うと、設定で。やっていきます。はい。で、今回はもう紹介までということで、で、編集はせずにね、やっていこうと思うんで、まあ、滅ぶこと前提にやっていこうかなと思ってます。まあ、頑張るけどね。うん。滅ぼう、まあ、滅んでも何回かやっていこうかなと思って。あ、で、設定は、長級、もちろん長級にしてますんで、長級じゃないと面白くないかなと思うんでね。で、まあ、やっとくことをやっとこう。安秀さん。もちろん、冬姫。はい。ありがとう。正室に迎えて、ということで。で、そっか。まあ、委任ゲームだからね、もうほとんどね。商業、農業、委任して。はい。歩兵。4000まで上げて。まあ、ここまでは基本かなと思ってますね。お、中世と中世と。
あ、たまら、たまら、おいおい、たまら直政、うん、あげてもったいないけど、まあ、いいか、また事件だ。はい。で、開発、あ、お、ボールがついてるね。まあ、あっても意味ないからね、今。まあまあ、いいや。よし。まあ、今回はここまでで、うん。で、編集なしでいこうと思ってるんで、ちょっとぐだる部分とかいっぱいあるかもしれないですけど、まあまあ、多めに見てください。はい。じゃあ、今回はここまでで。ではでは。